文部科学省では青少年の体験活動を推進するため、スポーツチームなどを対象にチームワークを向上させる体験活動を通して、その魅力や成果を全国に普及啓発する最強チームの作り方、体験活動プロジェクトを実施しています。2回目の今回は、豊かな自然の中でスポーツ、野外活動、創作活動など様々な体験ができる青少年教育施設、国立赤城青少年交流の家で、太田市立小島中学校硬式テニス部の皆さんがプロジェクトに参加しました。小島中学校硬式テニス部は群馬県内の中学校では珍しい硬式テニス部の一つです。県内の新人テニス選手権大会で男女アベック優勝を果たしています。夢の全国大会出場を目指して、より集団としての団結力を高めるため、このプロジェクトに参加しました。特別講師に V リーグバレーボール男子日本代表監督をはじめ、世界の強豪チームの監督も務める寺回り太志氏、さらに株式会社未来教育総合研究所スポーツ事業部飯田拓郎氏を迎えて、チームワークを向上させるために一体何をすればいいのか、さまざまな体験を通して子どもたちが学んでいく様子をご紹介します。プロジェクトの講師は体験活動ファシリテーターの長尾明氏、中川綾氏です。まずはウォーミングアップとして考える練習からスタートです。 3,4 人で1組になって講師への質問を考えます。質問することで答えを考えようと頭が働くことを利用したトレーニングです。テニス部の皆さんのユニークな質問に講師たちもタジタジでした。次に行った活動は、両隣の人と手をつないだままフラフープをくぐって一周受け渡すというものです。3チームに分かれて活動を行いました。1人1秒を目標に、いかに早くフラフープを隣の人に渡せるかを工夫します。チームで相談し、さまざまなアイデアを出し合いながらチャレンジしました。回数を重ねるごとにタイムを縮めることができ、最後は全チームが目標を達成することができました。その後、活動を振り返りながらチームワークについて話し合いました。午後は外で活動しました。4メートルの壁を越える活動にみんなでチャレンジします。雪が積もる寒い日だったので、まずは体を温めるため2人1組で押し合いをしたり、ウォーミングアップを行いました。4メートルの壁を万里の長城のようなずっと向こうまでつながっている壁とイメージし、道具を一切使わずに34人全員が壁の向こうに乗り越えることを目標に登ります。一度壁の向こうに行って降りてきた人は、落ちないよう手伝うことはできても、直接仲間に触れてはいけないというルールです。いよいよスタートです。最初は4メートルの壁にみんな少し圧倒されています。どうしたら登ることができるのか、少しずつアイデアが出てきて試行錯誤しながら、さまざまな方法で挑戦します。ついに1人目の子が壁を越えることに成功しました。これを機に次第に掛け声が多くなり、サポートする人も増え、団結力が出てきて次々に壁を乗り越えていきます。女の子もみんなに応援されて勇気を出して乗り越えました。本当に寒い中で予定時間を超えて2時間以上チャレンジしましたが、最終的には21人成功し、13人は登ることができませんでした。なぜ全員登りきることができなかったのでしょうか。講師の寺回りさんが世界で戦ってきた経験をもとにお話ししてくださいました。こう、じゃあ全員でその登りきろうよっていうその意識が本当に全員が全員にまずあったのかどうか、で、あるんであれば自分はどうだったのか、チームとして
何かを成し遂げようと思ったら、私は誰かについていこうっていうんじゃなくて、目的をみんなが共有して達成するんだって、強い気持ちを全員が持てたかどうかが僕は大事だと思う。全員で目標を共有することの大切さを寺回りさんから学び、目的を共有するための方法など様々なトレーニング方法を飯田さんから教えていただきました。文部科学省では今回の成果を広く普及することにより、体験活動の素晴らしさやその効果を感じ取ってもらい、青少年の体験活動を行う機会を増やしていきます。文部科学省のホームページでは、このプロジェクトの様子や体験活動を提供する団体などの情報を掲載しています。ぜひご覧ください。